こんにちは。こんにちは。トントンの店長です。マイキーです。今日はですね、アンパンを紹介したいと思うんですけど、その前に和菓子食べますか？好きですね。石川県で和菓子結構食べるんですよ。発展してるとか。で、石川県の和菓子ってちょっとちっちゃくて、すごく上品ですよね。で、あんこもすごく甘さ控えめじゃないですか。で、そんなあんパンを作りたくて、いろんなあんこ探したんですけど、あんこって甘いのってないですか、ね、甘いですよね。なんかね、市販のあんこってすごい甘くて、で調べたら、糖度がだいたい45から50ぐらいだったんです。で、糖度っていうのは小豆が例えば100だとしたら砂糖が50だと50の糖度が、でそれをもう限界ギリギリまで、砂糖が少ないあんこが欲しくて探したんですけどないので、もうしょうがないから金沢の沖瀬庵っていうあんこ屋さんあるんですけど、そこにもううちのために作ってって、はい、そうなんです、そう作ってもらって、でなおかつその小豆ももちろん、小豆といえば北海道の小豆使いたいじゃないですか、はい、そんな中国とか、なんか、外国の小豆よりも、せっかく日本で小豆作ってるんで、北海道産の小豆で作って、で作ったんですけど、また恒例の試食タイム試食タイムどうなのか分かんないんですけど、こんな感じ。あ、近すぎるちょっとわかんないんだけど、はい、こんな感じにあんこがたっぷりこしあんが入った、はい、こちらミニサイズで、実はあんこを作ってらっしゃる、沖瀬庵さんに行ったことあるんです。あ、そうなんです。はい、でそちらの動画も撮ったんですけど、ぜひ見てください。どうぞどうぞ。うわ、でっかいっすね。あ、こんにちは。あ、こんなのもやってんですか。アンパンっていうのを目指して作りましたので、ぜひ一度お試しください。よろしくお願いします。